日本東京都台東区、流線流線は、東京都台東区の町名。現行行政地名は、流線1丁目から流線3丁目。郵便番号は110-0012。台東区の北部に位置し、下谷地域に属する。東部は、土手通りに接し、これを境に、日本包みに接する。南東部は、先属に接する。南部は、入谷に接する。 西部は昭和通りに接しこれを境に下屋に接する。北端は根岸に接する。北部は三ノ輪に接する。商店やビル、寺院、住居などが混在している。下屋に所在する下屋警察署及び東上野に所在する上野消防署の管轄にあたる。慶長から現名頃に流泉寺が創建され、あたり一帯を所領とし、これが 流泉寺村と呼ばれるようになった。その後天領を経て、昇法年間より、官営寺領となった。明暦の大化後吉原遊郭が、村内日本包みに移転し、新吉原となった。1679年頃、新吉原へ向かう、現在の茶屋町通り沿いに、町並みが形成され、1745年これが、 下屋流線寺長として町奉行支配となり、1869年流線、寺村との混同を避けるため、下屋流泉町に改称された。1889年下屋流泉町、流線寺村、専属村の一部、美濃は村飛び地が北豊島郡から下谷区に編入され、1891年これらが下屋流線寺長となった。 1893年より翌年にかけて、樋口一葉が居住し、竹比べの舞台とされている。1911年下屋の干渉を外した。新住居表示志向により、1965年流線、はじめ、二丁目、翌年三丁目が成立した。2020年12月1日現在の世帯数と、人口は、以下の通りである。 区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。中央部を一点二丁目と三丁目を分ける形で、国際通りが南北に通っている。ありがとうございます。